篠田淳平、篠田淳平、篠田淳平、1985年4月20日台は、神奈川県横浜市鶴見区出身の元プロ野球選手、投手。横浜市立生麦小学校1年時に、横浜市鶴見区軟式少年野球連盟、生麦チューブスターズで一塁一種県投手で野球を始める。野球を始めたきっかけは、 近所で野球をやっていた友達から誘われたから、本当はサッカーと迷っていたが、一番仲のいい友達のすすめだったので、と述べている、出展、プロ野球、AI2008 年9月号、中学から前橋市へ転居し、前橋50を経て、前橋省に進学する。4番、一塁種で出場し、当主も務めた3年夏の県大会決勝で、久米勇気。 元読売ジャイアンツを擁する桐流第一高等学校に敗れて全国高等学校野球選手権大会場はならなかった。しかし決勝での投球が日大関係者の目に留まり、東都大学野球連盟の日大へ進学主投手に専念する。秋の東都大学一部リーグで日大はリーグ再開、一部二部入れ回戦の仙台戦で、 篠田は2試合続けて先発するも、第2戦で敗戦投手になり日大も連敗し2部降格。それから、篠田は降格は自分の責任だと感じて、目の色を変えて練習するようになる。秋の東都大学2部リーグでチームを1位に導き、1部2部、入れ替え戦では1部6位で、精査は両、弦、楽天を要する9人をお相手に、第1戦で1安打完封し、 第二戦でもリリーフで高騰して一部復帰に大きく貢献した。リーグ戦一部で2勝3敗、二部で7勝2敗。プロ入りするまでは家族と共にアンチ巨人だった。ちなみに横浜市に住んでいたということもあって横浜ベースターズファンでファンクラブにも入っていた。後にチームメイトになる石井拓郎が憧れの選手だったという。2007年の大学。 社会人ドラフトで、長谷部公平の抽選に外れた広島東洋ガープから一巡目、指名を受けた。二回目の指名とはいえ、3球団、オリックスバファローズ、読売ジャイアンツによる、競合の末の獲得である。会見では、憧れは、ランディ・ジョンソン。150キロを出して、ローテーションに入りたいと目標を掲げた。2007年11月23日、 群馬県高崎市内のホテルで球団との交渉に臨み契約金1億円、年俸1500万円、金額は推定で仮契約した。入団した際のインタビューでは、らにかけて入団時の死のだと同じ背番号14をつけていた津田久史実の墓、山口県集南市参りにいずれ行きたいと述べている。初年度のは、 新年の自主トレ期間から春季キャンプにかけて大学卒業の単位習得と短期間の入院もあって出遅れた。開幕一軍はならなかったものの二軍では先発ローテーションを任され校長を追すると5月5日に一軍昇格。同日リリーフでプロ初登板。プロ2戦目のヤクルト戦で先発を任されて初勝利を挙げる。6月6日のオリックス戦。 広島県立ビンゴ運動公園野球場で、請求難で自滅し、軍落ち。山内や水撃二軍投手コーチの下で心身ともに、鍛え直される。試合で、後日のサングラスを使用するようになったのも、この頃である。8月に再び一軍に昇格。終盤には再び先発ローテーションを任されるようになった。1月、一歳年上の女性と入籍。 初の開幕一軍を果たすと4月12日のマズラ、ズーム、ズームスタジアム広島、対中日ドラゴンズ3回戦において初関東、初完封勝利を無支給で達成し、前日の前田健太に、続2試合連続の完封勝利となった。しかし5月1日に、左肩の違和感により一軍登録を抹消される。3軍でのリハビリ後、2軍で先発として、 復帰を目指すも調子が上がらず一時は再び三軍での調整となった九9月に一軍に復帰すると中継ぎとして安定した働きを見せた。は先発の一角として期待され開幕第三戦に先発するもすぐに中継ぎへ配置転換された。その後二軍落ちを経て後半戦から再び先発ローテーションに復帰、自己最高となる6勝を挙げた。 も先発ローテーションで開幕史上版は、好投を見せたが、徐々に打ち込まれる試合が増え、5勝に終わった。も不本意なシーズンが続き、2013年オフには、背番号14を、新人の大瀬良大地に譲り、自身は21へと変更になった。は開幕後しばらくは、チーム唯一の先発左腕として、ローテを担い、 4月18日の対横浜 DNA ベイスターズ戦では2年振りの勝利を記録。5月9日には7回1失点の好投で3勝目を挙げたが、それ以降は3試合連続で5回持たずに降板するなど試合を作れず、2軍落ちとなった。その後は9月に最小格し、3試合にリリーフ登板をした。2は1軍公式戦への登板機会がなく、10月26日に、 球団から戦力外通告を受けたことを機に、現役を引退した。広島の球団職員として、2015年12月1日付で、一軍マネージャーへ就任した。視力が悪く、プロ入り後はコンタクトが合わないほどに乱視が悪化している。学生時代や二軍の試合などは昼間にあるため、さほど気にならなかったそうだが、一軍に上がりナイターでの登板だと保守のサインが見えない時があり、 不便に感じたという。しかしレーシックはシーズンオフにならないと手術ができないため応急措置として旅入りのサングラスをかけて試合に臨むようになる。当初は投球中に外れたりしたため試行錯誤が繰り返され現在はバンドをつけてズレを防いでいる。その結果だいぶ見えて楽になったという。ちなみに中国新聞有刊の今夜の赤ヘルコーナーによると サングラスは1個5万円するらしく、今後買い足す予定だと語っている。また、バッターボックスに立つ際はサングラスをかけずに、裸眼であるが、その理由は、打つ時ぐらいは、顔を見せようと思って、とのこと。週刊ベースボールの記事では、サングラスと言ったら、篠田だというような存在になりたいと述べている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。